ヤズルカヤの岩の神殿の小回路 B にある神シャルマと少年の姿の王、トトハリアを描いている岩壁の浮き彫り、紀元前1250年から1220年頃のものと推定されている。シャルマは古利人の神話を起源とし、筆体と神話にも取り込まれている神、山の神、大牛の神とされる、嵐の神テシュブと女神エバとの息子である。 紀元前2000年期の初め頃から後半にかけて、メソポタミア北部を中心に勢力を広げていた。古利人が信仰していた神々は、地元の旧来の神々としばしば集合していった。ヒッタイト王国では、それまでに多くの民族の神々を受け入れていたが、古利人の神々が伝わってくるとそのまま、受容していった。新王国時代のヒッタイトでは国家を守護する神々が、 古リ人の信仰に由来する神々とされた。首都、ハットゥサにほど近い岩山には、紀元前十三世紀のヒッタイトの王トトハリア四世が、気づかせた、ヤズルカヤと呼ばれる岩の神殿があるが、神殿の壁には、デシュブやシャルマといった、古リ由来の神々の浮き彫りが作られている。スッピルリウマ一世の地性世以降、シャルマは、ヒッタイトの国家神のうちの一柱とされた。その後、 トゥトハリア4世はシャルマを自身の個人神とした。ヤズルカヤの岩の神殿には、少年の姿のシャルマが母子にエバトと共に描かれた浮き彫りの他に、少年の姿をしたトゥトハリア4世が力のある大人の姿のシャルマに、肩を抱かれている様子を描いた浮き彫りも作られており、そこではトゥトハリア4世自身が深刻化されている。研究者によっては、 シャルマは女神い良の兄弟でもあるとされる。シャルマはしばしば、虎、または氷に乗り、斧を携えた姿で表現される。トルコのアンカラにあるアナトリア文明博物館で展示されている。マラティアで見つかったイルリアン歌手の浮き彫りにおいては、シャルマは父の背後に描かれている。シャルマの妻は竜のイルリアン歌手の娘である。嵐の神が竜のイルリアン歌手を殺す場面。 嵐の神の背後には彼の息子シャルマがいる。蛇のねじれている胴体は人影が一緒に滑り込んだ起伏する線で表現されている。以下は翻訳元の英語版記事での参考文献であるが翻訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。